チコーチに解決してもらえばいいじゃない。私の言うことを聞いてくださいと言いましたよね。あなた様が力を使うと注目を浴びてしまうでしょう。私たちには他にやるべきことがあるのですよ。わしは患者を治療しておっただけじゃ。それにさっきは主もいなくて。そういえばどこに行っておったのじゃ。私の体の事情は白露様が最も詳しいでしょう。広場に獣王子の人間がいたら私は。獣王子。あなた獣王子の名差ではない。人を驚かせないでください。今回わしが探偵使を抜け出し離れたのは正式に認められた外出問診のためじゃ。別に勝手に出てきたわけではない。この医者の小娘が証言してくれる。白露様落ち着いてよく見てください。彼は探偵使の人間ではありませんよ。わしを驚かすでない。ん？待て、主には会ったことがあるぞ。さっきの広場でわしが魔音の実に囲まれていた時、主が奴らを倒してくれたじゃろ。覚えておるぞ。ちょうどいいところに来てくれた。ハンカよ、主はこれからどうやって行けばいいかわからぬと言っておったな。このコアッパは体が丈夫で武芸にも優れておる。必ず助けになってくれるぞ。いいえ、白露様、私は彼を信用できません。お帰りください。普通そんなことを言う人は信用できないと思いますが。二人とも喧嘩をするでない。あそこに探偵使の者がおる。まずはわしらが隠れるのを手伝え。話は後じゃ。パイが通るな。ベンジフードの掃除から精査の修理まで。してやるから早くあやつを追い払ってくれ。頼んだぞ。
とにかくまずは話を聞いてみて、それからどうするか決めよう。レンジフードの二段なんだの、僕は信じないからな。そこの方、少しよろしいですか。お聞きしたいことがあるのですが。そうせかさないでください。僕だって焦っているんですから。まずは質問を最後まで聞いてもらえませんか。探偵士の服を着たあなたと同じくらいの身長の女性が私場の方に向かったはずなのですが、見ていませんか。僕は彼女の同僚なのですが、どうにも避けられているようで。そうでしたか、ありがとうございます。私場の方で探してみます。そっちに僕が探している人はいない。随分と確信を込めた口ぶりですね。では逆に聞きますが、あなたは何者ですか。この曲をあなたに。私のリズムに乗れ。手加減はしない。君らはこの力について何も知らない。星が砕け散る様を見るがいい。生と死、君らに選ぶ余地はない。反抗、陽動、霊落。乗ってる。おやすみ。乗った。炎の槍を断ち切れ。この探偵士の意志は何かおかしい。もう少し詳しく調べた方がいいな。服装を見る限り、この人は探偵士の意志みたいだけど、もしかしたらこの人が大豪の言っていた疑わしい人かもしれない。持って行こう。俺、わざわざ聖坂井から剣木を見に来たんだぜ。持って行こう。持っていこう。いや、やっぱりやめておこう。持っていこう。持っていこう。持っていこう。いや、やっぱりやめておこう。俺、わざわざ聖坂井から剣木を見に来たんだぜ。服
像を見る限り、この人は探偵師の医師みたいだけど、もしかしたらこの人が。パイが通るなら僕は信じないからな。